ミスターミさん、おはようございます。速稼塾の久保です。今回の動画もなかなかセンスのある面白さだったですね。動画の編集はすごく面白いというかね、見やすくなってますよね。 BGM もものすごくいいボリュームで出てますし、もうワクワクするような感じで見させていただいております。まあそれからですね、なんて言いますか、ミスターMさんの表情が幾分こう鎮痛な面持ちというかね、ちょっとこうおとなしめというか無表情なのが、またそのギャップを生んで面白いのかなと思います。このガチンコマッチョクラブというタイトルも SEO 的にもなかなか有利なんではないかなと思いますので、継続していただきたいですし、サムネイルもなんかね、パンチありますよね。あとはですね、どういう風に結果を出していくかなんですよね。ここからこの今回の動画のちょっと総評したいと思います。音声と光具合、光の入り具合は特に問題がないです。もうちょっと明るければいいかなと思いますけども、そんなに問題ないかと思うんですよ。さあそこでですね、どんなことが入ってればいいかなというのと、今回良かったなっていうのは、多分これスタートアップの動画になると思うんですよ。これから、100キロのデブが、中年デブがダイエット始めるぞみたいなね、意思表示と、スタート地の胴回りとね、体重と見た目をこういうふうに動画で収めていただいたと思うんですけども、じゃあこれからね、どんなメニューをやっていくのかな。すいません、途中で切れちゃいました。バッテリー入れ替えて、もう途中からね、もうワンテイク取りますね。ですね、ですから、どんなメニューをやっていくのかなってことをね、ちょっと書いていただけると、ありがたいかな。まあ、それが多分第2話に出てくるのかもしれませんけどもね。多分このミスター M さんが、これからやろうとしていることってのは、多くの同じ年代のね、中年男性、私も込みでなんですけども、中年男性が追い求める姿だと思うんですよ。いつかはダイエットしてみたいな、いつかは筋トレしてみたいなと思うんだけども、なかなかできないところに、ミスター M さんがね、こう、体をさらして、そのお手本を作ってくださるというところで、非常に期待が高まるんではないかなと思います。ちょうどですね、去年の今頃と、去年の今頃かな、去年の夏ぐらいと今頃ね、ドバイの方では、与沢翼さんっていうのが同じように体をさらしながらダイエットをやるっていう、そんなね、シリーズ動画がありまして、私もたまに見てたんですけども、ああいうのってやっぱりね、見たくなるんですよ。自分でもできるかなとかね、どのぐらいの運動量なのかな、そしてどういった食事をすればいいのかなってすごく気になるところなんで、まあそういうところもね、ミスター M さんが、結構胴回りも大きかったですよね。だからあれを、じゃあ、100キロを切るまでにどのぐらいかかるのかな。体重も今103キロですけども、まずは100キロを切っていこうみたいなところでね。まあ、ある意味こう、応援する人が、こう、継続的に見てくださるようなネタになるんではないかなと思います。それからですね、いつまでやるのかってことも今回、知りたいなと思います。これをね、ずーっと、体重が、例えば90キロになるまでずーっとやってって何年もかかるか分からないところを行くのか、それとも、3ヶ月でどのぐらいになるか挑戦してみますっていうやつかね。で、そのお尻を決めていくと見る方も見やすいのかなと思います。もちろん1回お尻を決めても、パート2でさらに3ヶ月とかさらに6ヶ月とかでもいいと思いますし、途中でね、軌道修正して、最初は3ヶ月の予定だったんだけども、ちょっと2ヶ月にしますねとか4ヶ月にしますねっていう放送を、まあネタとしてもね、軌道修正ネタとしても入れてもいいのかなと思います。そんな感じで頑張ってみてください。非常に楽しみですね。それではありがとうございます。